こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買えるミニマリスト的冬服7選というテーマでお届けをしたいと思っています。僕は普段からですね、スタイリストとして、まあ、いろんな方にファッションの提案をしたいだとか、あとは YouTube でですね、いろんなアイテムをご紹介しているわけなんですが、そうなるとですね、かなりたくさんの服を毎日見ていくわけなんですね。そうなると、 なんかいろんな服を欲しくなる一方で自分自身のファッションは結構シンプルでいいなとかそんなにたくさんのバリエーション必要ないなというふうにですね最近はすごく感じるようになったんですねですのでそういった意味では僕自身の感覚だとか方向性としては結構ミニマリスト的なところもちょっとあるのかなと思っていまして定期的にですねこのようなミニマリスト的なですねアイテム選びというところを皆さんにお伝えしてるんですね結構この企画楽しみにしている方も少なくないかなと思うんですが今回 今回は冬バージョンということで、冬服の中でミニマリストの方、もしくはミニマリスト的に洋服の数をですね、限定したい方に向けてですね、おすすめのアイテムを7個ご紹介させていただきたいなと思っています。まあ、今回はですね、僕の私物も一部交えたいなと思ってるんですが、それだけだとどうしても幅が広がらないので、ウェブの中から、まあ今すぐ買えるもというところで厳選していくつかご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからは具体的にですね、ミニマリスト的な思考の方におすすめの冬服ご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、その前に簡単にですね、概要をお伝えしたいなと思ってるんですけども、まあ、ミニマリストの服選びにおいてすごく大事だと思ってるのが、そんなにですね、季節性の強いアイテムを持つのではなくて、できればですよ、通年で使えるようなものをいくつかベースとして用意をしておくと、すごく便利なのかなと思っています。まあ、服というのは、やはり季節によって素材感、厚みだとか、 素材のですね質感とかが変わってくるわけなんですねまあ、おしゃれな人ほどその細かな違いというところを楽しむ方多かったりするわけなんですがまあ、ミニマリストの方とかまあ、僕自身も結構ズボラなのでまあ、そういった方はですね割と通年で使えるものをいかにベースとして用意するのかここが重要になってくるかなと思います例えば秋に買ったものが頑張れば冬にも使えて何だったら春にも使えるという形で3シーズンカバーできると非常に便利かなと思うんですね まあそういった点を考慮しながら今回もアイテムを選んでいますので、まあぜひそのあたり参考にしていただければなと思っています。ということで1点目からお伝えしたいなと思ってるんですが、こちらはですね、 ロング丈のコートなんですがユニクロ U のブロックテックコートですね。まあこれを聞くとそれ冬厳しいんじゃないと感じる方少なくないかなと思うんですよ。まあ確かにその通りおっしゃる通りかなと思うんですが先ほどお伝えしたように一つのアイテムがあれば3シーズンぐらい使えるというところがミニマリストの方にはすごく重要だと思ってるんですね。その点ブロックテックコートというのはちょっとした工夫をすることである程度真、まあ、冬は厳しいんですけども冬の中盤ぐらい までは使うことができるんじゃないのかなという風に思っていますユニクロのねこのブロックテックコート何度も僕の動画の中にも出てきています僕自身は今期買わなかったんですがこれは名作だなと思いますし今セール価格になっていて7,990円でゲットすることができるんですねちょっと全く同じじゃないんですけど一着手元にあるですねユニクロ U の同じようなロング丈のコートを持ってきてみましたはいこれは今年の 春夏に購入したものですかね。まあこういったちょっとこう、まあいわゆるステンカラーコート型のものなんですが、こういったもの、まあ着てみた方がわかりやすいですかね。ちょっと羽織ってみましょうか。はい、こんな感じですかね。羽織ってみました。ちょっと原稿で売っているものとはやや違うんですが、まあベースはそんなに大きく変わらないんですが、 このようなコートって、ま、一着だとすごく便利なんですよね。まあ、なぜかというと、これ自体はですね、保温性がものすごくあるかというと、そんなことはなくて、まあ、ブロックテックコートに関しては、やはり風とか雨をある程度防いでくれるというところでは、すごく使い勝手がいいんですね。これ自体は暖かくないので、内側着込めばですね、ある程度の季節使うことができるかなと思うんですね。まあ、この後ご紹介しますが、 あるアイテムですね。それと組み合わせれば結構長く使えるんじゃないのかなと思っています。まあ、デザイン的にはコートの中でもすごくオーソドックスで使いやすい。そういった意味で考えるとですね、今年だけではなくて来年、再来年、3年ぐらいは使っていただけるのかなと思います。まあアウターみたいなものはちょっと頑張って投資をした方がいいという考え方、僕の中ではあるんですけども、このユニクロ U のですね、ロング丈のコートに関しては完成度がすごく高いんですね。いわゆるセレクトショップのオリジナル と比べてももかなりデザイン的にも素晴らしいと思い思ますし科学的な優位性もあ、りまますすすののでこれ1着持っってておくとすごくととご便利なのかなか思っています、まあ、色は今季に関しては、ブラック、もしくはですね、オリーブですかね。この2色の展開になってまして、まあ、結構ミニマリストの方、ブラックを選ぶ方多いと思うんですが、意外とですね、このオリーブの感じが色綺麗なんですね。今僕が着ているものはダークグレーなんですが、結構ミニマリストの方、全身ブラックになりがちなので、ちょっとアウターで 色ずらしてあげた方が新鮮な気持ちになりますし、 あとはですね、おしゃれにも見えやすいかなと思うので、個人的にはオリーブを押したいと思います。まあどうしてもブラックの方が使いやすいという方は、ブラックをもちろんいいと思うので、まあこのあたりを選んでいただいて、重ね着をしながら冬のですね、中盤ぐらいまでガンガンに活用していただきたいなと思っています。このような河川系のコートというのは、結構最初からシワっぽさがあったりだとか、ある程度雑に扱ってもよかったりですので、そのあたり気を使わなくてもいいんですよね。まあいわゆるですね、冬のコート、ウールのですね、重力感のあるコート、 コートというのはまあ、どうしても丁寧な扱いが必要だったりだとか定期的にケアしてあげた方が美しさが保てるので結構丁寧な扱いが必要になってくるんですねまあ、その点このような河川系のコートというのはざっくりと羽織れて結構タフな作りになっているのでまあ、個人的にはミニマリスト向きなのかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、このアイテムをですね、先ほどの河川系のコートですね、これと組み合わせることで、冬場もある程度は乗り越えることができるんじゃないのかなと思います。おすすめしたいのはですね、 インナーダウンですね。これは結構ミニマリストの方にとっては必需品なのかなと思ってるんですね。まあ結構ですね、ミニマリストの方の記事とか僕も見るんですけども、ユニクロですとか無重視用品、このあたりのインナーダウン着てる方が多いかなと思うんですが、まあそのあたりは鉄板で使い勝手がいいかなと思うんですが、まあ一応ファッション系 YouTuber としてやらせていただいてる僕としては、もうちょっとですね、人との違いだとか、ワクワク感を出したいなと思うので、まあ今回お勧めしたいのが、これはですね、アーバンリサーチでやってるものなんですが、 uh da... ナンガとドアーズのですね、コラボレーションで作っている別注のですね、インナーダウンですね。これがですね、よくできているんですね。結構ですね、このアーバンリサーチとナンガというのは長い関係で、もっとこう重量感のあるダウンをですね、コラボレーションでずっと作り続けていたんですが、まあ、最近このようなインナーダウンもですね、よく作っていまして、これはね、非常にいいんですよ。まあ、デザイン的にもミニマルで、あとは質感も含めてすごく上品な仕上がりになっているんですね。まあ、このようなインナーダウンっていうのは、 名前的に言うとですね、まさに内側に着込むようなダウンとして活用することも多いんですね。まあ、先ほどのロング丈の河川系のコート、この内側に仕込むというのももちろんいいんですが、結構ですね、これって秋の終わりから冬の初めぐらいには、 アウターとしても活躍してくれるんですね。まあそういった意味では、やっぱりこうユニクロ、無印良品もいいんだけども、それだとですね、インナー的な意味合いが強くなってきて、アウターにするにはちょっとなんか物足りなさを感じというのが正直なところかなと思うんですね。だけど、このナンガとのコラボレーションのインナーダウンを使うことで、アウターとしてもすごく着映えするので、バランスがいいんじゃないのかなと思います。やっぱりミニマリストの方って少数性のアイテムを揃えるので、まあポイントポイント良いものを買った方が、 少ないものでも満足度は高いかなと思うんですね。まあその点このナンガとのコラボレーションインナーダウンは気持ちが上がりやすいようなアイテムなのかなと思います。まあカラー展開も豊富で、まあブラックのような定番的なものもやっていますが、個人的にはチャコールグレーとかもすごく雰囲気いいなと思いますね。結構ミニマリストの方に相性がいい色としては、ブラックも間違いのない選択だと思うんですが、チャコールグレー、このシャープさっていうのも見逃せないポイントだと思ってるんですね。まあ僕自身もすごく好きなブランドです。 グララフペーパーーパとといいいいうブランドドがががががああるんんんででですすすモード感っってななおかつ結構ミニマリスト的にもも相性がいい服も多いんですけど、まあ、ちょっと値段が高めなんですね、まあ、そのグラフペーパーの象徴的な色というのがまさにダークグレーなんですが、まあ、そのあたりのですね雰囲気もちょっと感じるようなこのようなダークグレー結構ミニマリストの方にもハマりやすいかなと思います。あとはオリーブも使い勝手いいと思いますね。このですねちょっとアーミーなカラーでありつつちょっとこうやぼったさを出しながらというオリーブという色も ミニマリストがよく使うようなブラックとの相性がいいので、ちょっとポイントで使ってあげるのもいいかなと思うので、結構選ぶのは大変です。ブラック、チャコール、オリーブ、この中でしっくりときたもの、ワードローブになくてちょっと鮮度が高いものを選んでもらうというのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、価格は19,800円ということで、通常のインナーダウンよりは高いんですが、まあ、ベーシックで使いやすいデザインですし、なおかつインナーだけではなくてアウターとしても使うことができるという形では、まあ、かなり使える季節も長いかなと 思うのでぜひ皆さんこのあたりもチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて3点目はですね僕自身も今来てますが ダウンですね。これはもうミニマリストに限らず、多くの男性にとっては欠かせないアイテムかなと思うんですね。まあダウンにもすごくたくさんのバリエーションがあるので、まあどれを選出しようか悩んだんですが、個人的にですね、ちょっと今季お勧めしたいなと思ったのは、今僕が着てるグリネベのバルーンダウンブルゾンってやつですね。これ先日のですね、コラボレーション動画でも皆さんにご紹介しましたが、これが結構ミニマリスト的にも使い勝手がいいんじゃないのかなと思いました。まあ僕自身もちょっとミニマリスト的な傾向 があるということで、まあ、このような、あんまり竹が長くないダウンで、フードもなしでですね、なおかつダウンの量ががっつり過ぎてないぐらいのですね、ブルゾン感覚で切れるようなものが 僕はですね、ちょうどなんかライフスタイルには合ってるんじゃないのかなと思いました。まあダウンって結構ですね、がっつりとダウン量のあるものが今までは多くて、まあそういったもの一辺とのところがありましたが、先ほどご紹介したようなインナーダウンというものが出てきて、意外とあれもアウター感覚で切れたりだとか、車だとか電車の移動の時なんかには便利だったりするんですよね。 ただ、あれで冬を越そうというのはなかなか難しいので、そのインナーダウンと本格的なダウンの間ですね、このあたりも結構最近は暑くなってきていて、そんなにダウン量がっつり入れてないようなダウンとか、あとは中綿のジャケットとか、そのあたりの選択肢が増えてきたんですね。まさに今僕が着ているこちらのダウンも、インナーダウン以上、本格的なダウン未満というところで、まあ使い勝手がすごくいいんですね。サクッと羽織りやすいし、重量感がないので軽いと。そして通常のブルーゾーン 感覚で着るこの辺りが使い勝手がいいんですが、今の僕のようにですね、襟元を立ててあげれば、マフラーいらないというところ、この辺りもすごく便利ですし、あとは普通に襟を寝かしてあげて、 前を開ける。このような形で着てあげれば内側をですね見せながらまた見え方が変えられるんですね。一つのアウターで見え方を大きく変えられるというところは結構ミニマリスト的には重要なポイントかなと思うのでこれは使い勝手めちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。もちろん地域によってこれではちょっとこう物足りないなという方もいらっしゃるかなと思うんですが意外とあとはもう内側に着るもの次第で調整ができたりすると思うんですね。一番下にはヒートテックだとかちょっとあったかめのインナーを着てもらえれば ま十分に対応が可能かなと思うので、まあ、このようなライトなダウンですね結構一着あると便利かなと思うので、まあ、その中でも今期はグリーンレベルのディスクロスバルンダウンブルゾンが使い勝手がいいかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて4点目はですね、トップスなんですが、スウェットをご紹介したいなと思っています。まあトップスにもいろんなバリエーションがありまして、僕のですね、動画の中では一押ししてるのはニットなんですね。これが大人っぽく見えるし、上品にも見えて、なおかつ使い勝手も抜群なので、僕の中では大人男性におすすめなトップスは、不動のニットという形で、まあ動画の中でも取り扱ってるかなと思うんですが、ただミニマリスト的に言うとですね、もうちょっと気軽に着れるもの 気を使わなくてもいいっていうところがすごく重要になってくるかなと思うんですね。 その点、ニットともう一つですね、派閥があって、それがですね、まさしくスウェット系だと思うんですね。フード付きのパーカー、もしくはフードがないスッキッとしたスウェット。このどちらかがですね、持っておくとミニマリストの方には便利かなと思うんですね。で、僕自身もそうなんですけども、こういったスウェット系って、まあ、パーカーが好きでよく着ていたんですが、意外とパーカーだと重ね着の際にフード部分が邪魔になることがあったりするんですね。先ほどのスタンドカラーのダウンだとか、 あとはステンカラーコートなんかは結構フードと合わせるのは良かったりするんですけども襟元スッキリしてる方が重ね着がしやすいんですよそういった点では結構スウェットの方が数少なく持つのであれば便利なんじゃないのかなというふうに思っていますでそのスウェットもいろんな選択肢があるんですがここはなるべく手軽に揃えるのがいいかなと思ってまして個人的におすすめなのが今季のユニクロ U のガーメント台スウェットシャツかっこ長袖ですねこれがよくできているんですよ僕自身は ユニクロ U の根拠の中では、これは買わなかったんですね。正直派手さのあるものではないんですが、地味に良い,い系のアイテムなんですね。部屋着からワンマイル的に使うことができて、なおかつですね、通常のユニクロのスウェットに比べると、サイズ感がワイドに振ってあって、肩が落ちてたりだとか、今っぽい要素もちゃんと加わっているのがこのスウェットなんですね。そういった意味では、すごくミニマリスト的には、トップスの1枚としては使い勝手抜群に良い,いのかなと思っています。カラー展開は4 4色なんですが、この中でも圧倒的におすすめなのが08のダークグレーですね。 なぜかというと、ブラックとの相性がめちゃくちゃいいから。特にアウターですね、ブラックを選んだ場合には、このダークグレーがモノトーンでハマりがすごくいいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんこちらはですね、セール価格にもなっていますし、まだオンラインでも在庫あるんじゃないのかなと思うので、これはですね、ゲットしておいた方がいいんじゃないかと思っています。で、これガーメント台ということで、製品染めをしてあるアイテムなんですね。いわゆるちょっとこう、色のですね、汗感と言いますか、 少しだけヴィンテージライクな雰囲気が楽しめるというところでは、この色の表現が絶妙なんですね。ユニクロ U っていうのはそのあたりの色使いというところに特徴があって、なかなかですね、言葉では表現しづらいようなニュアンスカラーだとか、 あとは、色落ち感が楽しめたりだとか、そういった表現がすごく上手なので、まさしくこのスウェットもベーシックで使いやすいんですが、サイズ感に工夫があったりだとか、色使いですね。このガーメントダイも含めて仕上がりがすごくクロー人向けに仕上がっているので、ミニマリストの方にもですね、すごく納得していただけるのかなというふうに思っています。で、このスウェットなんですが、まあ1枚で着てもいいんですけども、 冬、もうちょっとですね、季節が進んで寒くなってきたら個人的なおすすめはユニコーのソフトタッチタートルネック T シャツというものがあって、これが気持ちいいんすよね。 特に白をですね、一番下に着て、その上にですね、このガーメント台のスウェットシャツを着るという着こなし方。ユニコーンサイトの中でもですね、スタッフのコウキさんがコーネートしていますが、まさにこの着方がめちゃくちゃ使い勝手が良くて、冬寒くなってきた時にすごく便利かなと思います。まさしくコウキさんのスタイルが、その上にですね、ブロックテックのコートを着ていますが、この着こなしだと結構冬でもですね、十分あったかいかなと思いますし、このスウェットの上にインナー ダウンを仕込んでしまえばもう冬越せるんじゃないかなぐらい暖かいのでぜひミニマリスト的思考の皆さんにはチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて5点目なんですがちょっとカジュアルなものが続いたのでやや小綺麗な感じのものをご紹介したいなと思ってるんですが僕が今着てるようなこういった バンドカラーのシャツですね。このあたりも1枚あるとめちゃくちゃ便利かなと思っています。このシャツは僕の動画の中でも何度もご紹介してきたかなと思うんですが、手前味噌で申し訳ないんですが、僕がオリジナルで作っているブランドのものなんですね。これがめちゃくちゃ使い勝手が良くて、通年ですね。本当に真夏以外は全部使えるアイテムで、春にも使えるし、 秋にも使えるし、冬にも使えるというところでは、すごくですね、シャツって便利なアイテムなんですね。そしてこのようなシャツというのは、着るだけで適度に小綺麗に見えてしまうという利点があるので、ちょっと着こなしがカジュアルかなという時に、1枚持っておくと便利なんですね。もちろん春だとか秋に関しては、これ1枚でもいいんですが、 冬に関してはもう重ね着のパーツとして一番内側に差し込むと便利かなと思っています。例えばこのシャツの上にインナーダウンを着てあげるようなスタイルも秋から冬の変わり目にかけては便利だと思いますし、あとはバンドカラーシャツ、今僕はストライプを着ていますが白のバンドカラーシャツもめちゃくちゃ便利なんですね。まあそういったものだったらその上に先ほどご紹介したユニクロ U のガーメント台のスウェット、ダークグレーを重ねてあげると ちょっと気の利いた着こなしになるんですね。襟元だとか、裾から白のバンドカラーシャツがちら見えするというスタイルというのは結構王道的なアプローチなので、ぜ、ま、ひ、あ、そういったスタイルもやっていただきたいですし、ステンカラーコートを着てもいいし、ダウンを着ても合うので、本当にこのようなシャツ1枚あるとすごく使い勝手がいいんですね。 で、襟型なんですが、僕がレギュラーカラーとかカットウェイだとかワイドカラーではなくて、あえてバンドカラーシャツをおすすめしている理由としては、重ね着のしやすさにあるんですね。まあ、僕自身今ジャケットの内側に着ていますが、ジャケットとの相性もいいですし、襟元がスッキリとしているので、重ね着をした時に襟がずれたりしづらいんですよね。そのあたりも含めて結構ミニマリスト的には使い勝手がいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、バンドカラーシャツですね。まあ、先日の動画でもお伝えしましたが、グローバル ワークの白のですねオックスフォードのものとかもいいと思いますしあとはちょっと着こなしの中に面白さだとかエッジを聞かせたいのであればストライプ柄がめちゃくちゃ使いやすくて僕自身ブラックの着こなしがすごく多いんですがその中に入れた時にもすごくワンアクセントとして効くのでぜひ皆さんもですねこういったシャツ探してチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて6点目はボトムスです皆さんユニクロのタックテーパードパンツが出ると思ってませんか そうはいきませんよ。今回はちょっと違うものをですね、お伝えしたいなと思って持ってきたものがあります。 まあいろんなパンツ僕も履いてきました。特にブラック系のパンツは愛好家なのでものすごくたくさん持ってるんですね。ミニマリスト的な発想がある僕にとってもうパンツはもうブラックのですね、ちょっとワイドテーパードぐらいが一番使いやすいと思ってるんですね。細身のボトムスだとちょっと動きにくかったりだとか今っぽく見えないというところもあるのでちょっとゆとりがあるようなワイドテーパード系のパンツがすごくですね、ミニマリストの方にもハマると思うんですね。 そう点ではユニクロのタックテーパードパンツはもう殿堂入りですあれはあれでも間違いのない選択なのでそれを使ってもらうのもいいかなと思うんですが個人的に最近見つけてめちゃくちゃいいなと思ってるのがゴールドウィンのワンタックテーパードパンツというものですね これがね、結構パンツの完成形に近いんじゃないのかなと思います。特にミニマリストの方にはすごく使い勝手がいいかなと思うんですが、まあ腰周りはですね、ワンタックということでこのようにタックが入っていてちょっとゆとりがあるんですね。こういったところは今のトレンド感のある超ゆるのサイズ感が実現されているんですが、まあもう周りもちょっと太め。だけども膝下からは少しテーパード効かせているので、だらしなく見えないというこのシルエット、まずは現代的ですごく 使いやすいというところもあります。あとはですね、腰周りはこういったベルトが付いているので、ウエストの調整も可能なんですね。まあ、いちいちですね、僕はこう、ベルトをするっていう作業が嫌いなんですよ。なので基本的には、ジャストサイズのウエストのものをボトムスは選ぶんですが、ただですね、ある程度このように調整ができた方が、ちょっと上げ気味に履いてみたいだとか、腰を落として履いたいだとか、その後の調整がしやすいので、まあ、このようなベルト付きのボトムスっていうのが、 グラミチも含めて、やっぱり使い勝手がいいんですね。ここもちゃんと完備してるというところと、あとは素材ですね。ちょっと下線でストレッチ感があるというもの。このあたりがすごく使い勝手がいいのと、素材の厚みですね。 ユニコーンタックテーパードパンツは春夏と秋冬で素材がまた変わってるんですよ。で、秋冬バージョンは結構厚みがあって、それはそれでいいんですが、個人的にはそれだと通年使いづらいんですよね。で、春夏に関しては結構薄手にだいぶ振り切ってるので、それまた通年だとちょっと寒いんですが、このゴールドウィンのワンタックテーパードに関しては厚みがちょうどいいんですよ。 まさに普通で、真、まあ、冬履いたらちょっと寒いかなと思うし、真夏だとギリギリ暑いかもしれないんですが、ただそのあたりはちょっと我慢すれば一年中履けるぐらいのまさにちょうどいいような厚みなので、一本あれば済んでしまうというところがこのあたりのボトムスの良さなのかなと思ってます。後ろはゴムになっててウエストも楽だし、なおかつシルエットも綺麗だし、素材の質感も上品なんですね。ユニクロのタックテーパードパンツもいいんですが、 やはり価格帯が上がるというところもあって、機能性もあるし、細部のこだわりも含めて、かなり作りがいいです。その点はもう上位互換バージョンとしては完璧な作りかなと思います。ポケットもかなり大ぶりで、後ろですね、このお尻の部分にも大ぶりなポケットがついているんですね。なので収納量もしっかりと確保できるという点では、もう休日はなんかこのパンツ一本あれば、あんまりバッグ持たなくてもいいぐらいに使いやすいんですね。なので最近僕自身も 愛用しているパンツなんですがミニマリストの方にはまさにうってつけのアイテムかなと思いますカラー展開結構豊富なんですがまあ、鉄板はブラックでしょうねブラックを持っておくかもしくはアスファルトですねグレー系の色合いも結構使い勝手がいいかなと思うのでこの辺りをぜひチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いてラスト7点目はですね、もうこれはもう予想通りかなと思います。シューズに関してはスニーカー、そしてスニーカーの中にも様々な選択肢がありますが、まあ、ミニマリストとしてちょっと今のトレンド感というところも加味しながら、なおかつまあ長く使えた方がいいよねっていうところでは、僕はニューバランススニーカーというところがまあ一押しかなと思います。もしくは白レザースニーカーというところも良いかなと思うんですが、まあ、今日ご紹介したようなアイテムというのは、ややトレンド感があって、緩めのサイジングのものが多いので、そういったセ 世界観にはやっぱりニューバランス。このあたりが間違いのない選択かなと思っています。ここで通行のミスをしてしまったんですが、えー、今回ご紹介したいアイテムをですね、持ってくるのを忘れてしまいました。僕自身結構日頃からめちゃくちゃ履いていて、ここ事務所なんですが、まあ、自宅に保管してあるんですね。ちょっと持ってくるの忘れちゃったんですが、ニューバランスの M1500PGL グレーですね。 これか、めちゃくちゃいいです。原稿でもまだ頑張れば、あの、在庫が見つかるかなということで、これをお勧めしたいなと思っています。ちょっと手元に今ないので、この事務所にですね、置いてあって、これは正直申し訳ないですが、履いてません。もう事務所の解説用に、もうアーカイブとして取っておいてある、992というモデルなんですが、まあこのようなニューバランスのグレー系のスニーカーって、やっぱり相性がいいんですよ。ブラックだとか、あとはホワイトだとか、ダークグレーだとか、 オリーブ。このあたりの、まあ、ミニマリスト的によく使うような色合いと相性がいい。先ほどご紹介したゴールドウィンのボトムスとも相性が良くて、まあ公式のサイトでも結構ニューバランス入ってたりするので、まあそういった意味ではすごくですね、ミニマリストの方ですとかスポーティなーな着こなしが好きな方にはもう定番的な位置づけかなと思います。その中でも M1500 に関してはこのような900番台よりはそこまでレアさがなくて、まだ手に入りやすいというところ、そこも一つのポイントですし、価格も結構 こう900万台って3万円台中頃のものも多かったりするんですが28,600円ぐらいで購入することができるので決して安くはないんですが3万円未満で購入できるというところで作りとしてはすごく綺麗でいわゆる UK 生産のものなんですね 非常に質感もいいし、チャコールグレーとミディアムグレーを使っているというところでは、結構配色的にはこちらの992と近いところがありまして、この2色を使っていながらソールがホワイトというところもすごく品があるんですよ。ニューバランスの N ロゴも結構コンパクトに仕上がっていて、個人的にはすごくですね、履いていて満足度が高いのが M1500 なのかなと思っています。まあ、このモデルに関しては割とですね、何回か再入荷されているので、まあ、今後も、まあ、決して簡単に手に入る 入るようなものではないかなと思うんですが割とですね探せばギリギリ手に入るようなものかなと思うのでまぜ、あ、ひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思いますこちらの900番台のグレーよりも ちょっとなんて言うかな、ややこうベージュのような柔らかいグレーの感じもあって、その色の表現も含めて、僕は品があってすごく素敵だなと思うスニーカーなので、ぜひミニマリストの思考の方はですね、このスニーカーチェックをしていただきたいなと思います。と言いつつですね、こういうふうにお勧めしてしまうと結構早い段階で在庫なくなってしまうと思うので、ぜひ早めにチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではミニマリスト的冬服、 7000ということでお届けをさせていただきました。いつもは実際にですね、立って着ながらですね、ご紹介することが多かったんですが、まあそのスタイルだとどうしてもですね、手持ちのものだけになってしまうので、まあ今回は Web のものも使いながら皆さんにですね、7点ご紹介させていただきました。まあ今回ご紹介したもの以外にも、まあ同ジャンルの中で探してみるという選択肢もあると思うんですね。インナーダウンの中ではアーバンニサーチとナンガのものをご紹介しましたが、その他にもいろんな選択肢があると思います。ユニクロ でもいいですし無印良品でもいいと思いますあとはゴールドウィンのものも結構かっこいいものもあったりするので、まあ、そのジャンルの中で皆さんのしっくりとくるものをですね探していただければなと思うんですねまあ、ちょっとロング丈のコートに関してはユニクロ U をご紹介しましたがもうちょっと気分を上げたいよねという方は例えば1年前にご紹介したような テアトラのコートですね。もうちょっと値段高くて、なかなか手が出しづらいところでもあるかなと思うんですが、もうミニマリスト的なコートの中では、まあ、最上級でもう間違いのない選択かなと思うので、そのあたりを探してみるのもいいかなと思います。ぜひ今回ご紹介したジャンルの中で掘り進んでいただくと、まあ十分ですね、冬の着こなしも楽しんでいただけるかなと思うので、一つの参考にしていただきたいなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、今回もちょっとややマニアック向けだったかなと思うんですが、ツーなですね、セレクトショップのオリジナルだとか、あとはドメスティックブランドだとか、なかなか人がですね、知らないようなブランドについてしっかりめに解説しているのが、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルなんですね。こちらは初級者向けの内容というよりは中級者向けの内容になっていますが、まあ、これから先ですね、もっとファッションを楽しみたいという方はですね、ぜひチェック をしていただきたいなと思います概要欄にリンク貼っておきますねまたなかなか動画をチェックする時間がない方も多いと思うんですねまあ、僕自身ですね普段結構バタバタと生きてるので人の youtube をですねゆっくり見てる時間がないんですねそういう場合は割とですねオンラインサロンで気軽にサクサクと情報を取ったりするのが好きだったりもするので僕自身もオンラインサロン運営をしていますそちらは結構文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですねどんどんご紹介してまして一つの記事だいたい1分あれば読みますのでまあ、なるべく時短したい方はオン,ライン サロンもチェックしていただければなと思いますこちらも概要欄にリンクを貼っておきますね以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに